とモンジさん持って免許持ってますの？免許あ持ってますよ。うん、走れるんですの？走キャンかキャントで言うならキャン。でもしない方がいい。了解。え待って、えどこ行きたいとか言ったら見に行くよ。どこ行きたい？え、やっぱり見たことない場所。でもここ見てなくなった。え待って、はず、えそういうこと、もういや。え何が、もういや。何が何が、えもう今のとこカットしてほしい。え何が何が、ここ今の会話何か起きた。よし、な、なんもなし。じゃあこれやりましょう。何何何何何何、なんかにゃんこ探すんだと思ったら本当にいろいろいろんなものを探すみたいですね。無機物から動物から何から。あーそうなんですね、うん、そういうゲームらしい。ファインドオール2ってやつで、中世が舞台の。中世、そう、中中世かな。配信前のちょっとなんか引きずってない。ちょっとそれ、その言い方良くない。その言い方良くない。別にでもママじゃない、ずっとチュッチュ言ってた。いやそれほんとギリギリ私炎上するから。いやちょっと待って、このなんか曖昧にすると良くないからもう言うんですけど。どう、いやうん、何、何ですか。いや違う、いや曖昧でいいんじゃないか。言って、いや言うの、言うのも変か。先輩としてちょっと教えてくれ。これを言わない方が炎上するんですか、言う方が炎上するんですか。いや炎上はしないと思う。本当ですか。炎上はしないと思うけど、別に言って誤解が解けるとかじゃない気がする。どういうこと。なんか違う、なんかその、ね、近かったのよ。はいはいはい。でチューチューってしてたの。そしたらやめてって言われてた。そうやめてって。なんか説明したら逆になんか恥ずかしくなってきた。ほら確かに言わない方が。そうだよ。ちょっと待って、エンディングに行きたい。 これをこう、あエンディング行きました。今配信終わったと思う。あ嘘、俺必死に頑張って終わろうとした。わたわたしちゃうんだよな。エンディングある？エンディング画面わからんか、この大変さが。ちょっと、なんですのよ。なんでいいの。私もじゃあ作ってもらうし。ちょっとな、やっぱ大変なんだよな、終わるのが。これできてからまあ一人前みたいなところあるからな。仲良くなれた気が。あでもやっそういえばなんか最初に殴り合いしたいって言ってたこの中に。自然と小突き合いぐらいだけど。じゃあ、あ、お疲れ様でした。まだ終わってなかったの。ちょっとえねえ、ねえ、ねえ、またね、バイバーイ。ねえ行かないと、あと70秒後にまた来るよ。アルスさん、なに、アルスさん、なに、アルスさん、なに、フレン、アルスさん、なに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 、ピタ、え、ピタ、あ、くっついた。え、それやめて。刺してない。刺してない、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 終わった。刺してないです。じゃあそういうことね。ギリギリ刺してない。一番に報告しようと思っていたんですけど、ちょっとえ、うん、実はうん、彼氏ができました。え。はい、実は。あ、そう、私よりいい人が。嘘です。いたと。あの全然彼氏とかできてないです。全然嘘です。あの全然全然嘘です。あれあの全然遊びです。 あの全然配信です。これ全然配信の遊びです。えでもせっかくこう俺が報告してくれたから、うん、ちょっと私も、うん、言わなあかんことが。はい。え、何ですか。彼女が。おめでとうございます。嘘嘘。そんな悲しそう。今半泣きなんですけど。嘘嘘やで、嘘
そう。いやでも、とこ先輩の幸せならいいです。幸せならいいです。とこ先輩が今日も一人でご飯食べたし、全然一緒に一緒に食べましょう、じゃあ、うん、今日も変わらず全然一人でご飯食べた。一緒にツアしながら食べましょう。一緒か、なんか同じものを頼んで食べようか、食べます。あ、でも、あの、幸せになれるのであれば、あの、受け入れるので、私は受け入れるので、いつでも言ってください。いつでも言ってください。何を。そういえば、フレンのカルピスアイスをホットカルピスにする事件もあって、オレンがアイス、なんか寒いけどアイス食べていいみたいなことをツイートしてたから、温まりながらアイス食べなさいねっていう意味で、あったかくして食べるんやでって言ったら、あの、チンしてきますって言われた。で、なんでって思って、あ、ごめんねって、アイスをあったかくしなさいって意味じゃなくて、あなたが温まってアイス食べなさいねっていう意味で、もうそのリプを送る頃にはもうなんかカルピス美味しいってつぶやいてたんですよ。そう、手遅れやったなって思ってたら、すいません、勘違いしてましたみたいなリプが届いて、まあそんなこともあるよなって思ってたら、ディスコードでも私がアホなばっかりにって来たから、ガチで謝るのやめてって思って。うん、まあそれがらしさでもあるもんねって、そのままでいてほしいなって私は思うよって、じゃあこのままでいますって、すごい底抜けに明るい返事が来て、もう一個アイスあるから、そっちは普通にアイスで食べます、お腹冷やさないようにねって。元気やなって思って、悪い人に騙されないで生きてほしい。え、わかる、心配になるよな。なんかこれ大丈夫なんかなって思ったら絶対聞いてほしいよな。もうわらはさ、あんまり酒臭いって言われたことないんだよね、酒飲んでて。ちょっと誰かに聞いてみよう、わらわって酒臭いかな、はぁ、嗅いで、はぁってしよ。これもセクハラになるのか、またセクハラが、あの、わらわのセクハラ歴が列挙されていく。口臭を嗅いでもらうの難易度高すぎでは。そう、嗅いでって言って嫌だって言わなかったら嗅がせるよ、もう誰にでも嗅がせる。嘘、誰にでもはハードル高すぎるな、ある程度仲良くないといけないな。手始めにアンジュかな。アンジュに口の匂い嗅がせたーい。特殊性癖みたいになっちゃってる。え、だってさ、鼻の近くに口を持ってっていいってことでしょ。アンジュのどぎまぎする様子見たいな。マラは酒臭いか気になるんじゃよね。あんまりね、他の人とかに聞ける話じゃないから、アンジュのこと信用してるから、アンジュに匂い確認してほしくて、どうしてもダメかなって言って言って、もうゴリ押しして OK が出たら、じゃあわらわが少しずつ近づくからね、臭いなって感じたら教えてねって言って、じゃあまずは30センチから行こうか、ほら、どうかな、じゃあ次20センチね、パトラさんはまず、いや、パトラ、もうわらわがもし酒臭かったらどうするんじゃ、パトラにそんな匂い嗅がせられると思ってんのか。みごつ様がさ、アンジュに口の匂い嗅がせたいって言っててさ、もうそれ場所地域によってはもうそれはスケベなやつやん。もうどう想像しても私湿度が高いってキモいな、なんか湿度高めな、ちょっとスケベな空気感しか浮かばないもんね、どう考えても。どう考えてもそれはちょっとスケベな何かの導入のやつ。これは私がおかしいんじゃなくて、あの鬼が狂ってるんだよ。ちょっと問い詰めようと思って、それについてなんかチャット送ったけど、なんか全然普通に変わらず焦らず嗅いでくれるって送ってきて、イエーってなってた。アンジュの中の下の心のおじさんが暴れ回ってた。でも何も送れなくて、海外の男の子がこう
キョロキョロキョロってしてるだけのあの岐阜自負を送って、そうそう終わった。向こうから嗅がせるねって来たけど、もううちには何もできなかった。酒臭そうとは思ったことないんだよな、見ていてとか近くにいて、なんか酒の匂いすんだけどってことはないわ。まあとはいえ最近ね、あんまり前ほど会ってない気がする。前ね、あの院長と会う時に一緒にいてくれたけど、あでも前あれか、二次フェスの時に会ったか。二次フェスの時にむこさんの格好がちょっと何か刺さるものがあって、ふーんって思いながらも言わないように目をスッてしてたなんかちょもうなんかちゃんと見てないから正確に思い出せないんだけど、何かほーって思うものがあったんだけども、思い出せない。普通に褒めればいいのに。いやでもなんかどうやってもあの時の私はディフリが出たと思う。そのなんかその服かわいいですねみたいな、なんかディフフが出ちゃうと思うフフみたいな、なんか良かったんだよな。絶叫マシン大丈夫なタイプですか？怖いけど楽しいタイプです。なんか昔ね、 1,2 年前かな、みこつ様と一緒に富士急とか行ったわ。楽しかった。また行きたいなと思いつつ、やっぱ怖いんだよね。あなんかさ、うちは怖いから絶叫系乗ってる間になんかわあすげえわあってなってるんだけど、なんだっけ、なんかの絶叫、私ぐるんぐるん上下ぐるんぐるんなるやつに乗ってる時に、うちはほぼ白目状態だったんだけど、みこつ様がずっと見てアンジュー見てーみたいな、富士山みたいな、あそうっすねみたいな、アンジューこっちみたいな、アンジュー、ずっと言ってて、はいはい、ちょそっち見れないっすって今そっち見れないっすってずっと言ってたのを覚えてるアンジューってずっと言ってた横で、うちがもうなんかそっち向くと高さが分かる、景色が見えちゃうから見れなかったの、怖くて最初。でもみこと様がずっとキャイキャイしてアンジューって言ってたやっぱね、そう鬼だったな今日女友達と遊んでてたらしの話になったんだけど、友達に優しくしたり手つないだりギュってしたりするのはダメなんかな、たらしになる。こっちは女子校の癖で何の気なしにやってしまってるんだけど、まずいかな、うちこれされたら泣いちゃうな。いややめて、いやってなるこれたらしとかじゃなくて相手が嫌じゃないならいいんだと思います。うちがされたらもう優しくされるのはいいんだけど、手をそっと握られたりもうギュッて、もうパーソナル何スペース侵されすぎて泣いちゃうあ、みこと、でみこと様はね、なんだろう、みこと様はね、なんだろう、手をつないだりとかそんなんじゃないかも。なんかなんだろうあの感じ、なんて言ったらいいんだろう、うまく言えないわ。何、自然と隣に来て嫌なことはしないのよな。何なんだろう、だ手をつなぐとかそんな大胆な感じじゃないかも。なんて言えばいいんだろう、なんて言っていいか分かんない。もう分からん。もうなんか頭の中に今みこと様のあのタクシーに乗った時の足をずっと思い出してて、やばい、今もうここのポーンってあのみこと様がさ、なんかなんだっけ、なんか忘れたけど、なんかその時履いてたストッキングがなんかをパチンパチンってしながら喋ってたあの景色が頭からもう抜けん、あそのシーンしかさっきから思い出せへん、やばいなんだったっけ、あの時なんか張り付くって言ってたんだっけ、なんか忘れたけど、ストッキングをずっとパチンパチンしててさ、つまんでは、もうそれがもうタクシーの横からずっとパツンパツンって聞こえてて、なんかもう気が気じゃなかったんだよな。結構朝の集合が早かったんです。で私は別に普段そんな朝早いから平気だったんですけど、ちょっと待って、あの一番最初に私がたどり着いたのね、集合場所誰もいなさすぎて、あれ私もしかして時間間違えたってマジ冷やすかいたんだけど、その後にあのふみの玉木さんが来て、そうそう、もうこうそれはそれはすごくこう眠そうに来られてね、で私の隣にこう座られて、そうそう、なんかあなんかこう来たんだみたいな感じで、偉いね私たちみたいな。それなんかやっぱ具合を崩されてた、体調崩されてたから、その直前まで
ぱりなんかまだしんどいっていうか、そうギリギリまであの体調があれでみたいな、あんま寝れてなかったみたいな、確かそんな感じだったんだけど、いやなんかさ玉木さんってね結構そんなにこうおしゃべりをさ気ままな方じゃないけどね、なんかね気を使ってというかすごく話しかけてくれたのよ。だからあでも私があの大丈夫ですよ、今私しかいないですし、あの全然気を使わずあのゆっくりしていいですよって、なんなら寝ても大丈夫ですよって、そしたらねめっちゃ可愛いんだけど、わかったって言って椅子をガガガガって私の方に持ってきて、私のね肩を背もたれにして寝始めたの。めっちゃ可愛いけどめっちゃふてぶてしくないこの猫って思って、でもねたまらなく可愛かったの。でもなんかねこのどっちもの気持ち、すげえふてぶてしいっていう気持ちとめっちゃ可愛いへっきゅんってなって、いやさすが玉木さん、いや海の玉木様ってなった。この野良猫すぎるって思って、でもそっからそうにゃんみたいな感じでしゃんってなって、めっちゃ可愛いの、懐いてくれたんかなって思って、そうなんか最初結構クリスマスの時とかそんなまださあんまりこう話せたけど、うん、そう猫らしい距離の詰め方だって思って、めっちゃ可愛いよね。でその後でもこう他のライバーさんとかがわってきて、 でもね、まあ、それでもくっついてくれてたね。でもね寝れはしてなかったね。あと最近ね星川とご飯に行ったんだけど、めっちゃ楽しかった。めっちゃいろいろ喋ってローションで育んだ友情やめて、ちょっとやだ。仲良しじゃん。いや仲いいんだよね本当に。悪くなる時もあるんだけどある2人を介すると急に仲は悪くなるんだけど、別に仲はいいよ。うん、すごくなんかあのね星川がすごい可愛いなって、あの普段から可愛いんだけどてかさあのね星川ってずるいんだよね、可愛くてさ。なんかさ会った時にさ相変わらず可愛いねとか言ってさ、あの頭ポンポンしてきてさ、エスカレーターに星川が私の一段上に乗ってて、私が一段下にいたの。そしたらなんか相変わらず可愛いねあんたって言って頭ポンポンしてきて、うわなんだってなった。うん、可愛いなって可愛くね星川ってあとなんかさあのそれスマホでさ注文するタイプのお店でさ、でなんか私飲み物飲もうと思って、で星川のもうグラス空いてたから、星川もなんか飲むって言ってピッピッピッって選んでたら、なんかフレンが飲むやつ飲むって言ってきて、こいつってなったこいつ可愛いなってリスナーの気持ちが分かったかもしれない。わこいつ可愛いな、悔しかったね。うん、感想が男そういう目線になったのかもしれない、もしかしたら。うん、フレンそういうあざといことをしない。あざといか、あざといってなんだろうね。星川もそれはあざとい、まああざとい、あざといのか。でも星川って可愛いんだよな、なんかねもう可愛いんだよな。今日も可愛いねって言ったら照れてた、何とか言って可愛くないその反応も。いや私が男だったらメロメロだよ、全然好きになってるマジで。あざといってなんだろうね。でも私あざとさを勉強したい。どうしたらあざといの。似合わない、なんでよ、似合うかもしんないじゃん、こけるあざといか、普通に心配じゃない。身長163あるさ、あのこんな見た目はしっかりしてそうなお姉さんがさズベって転んだら大丈夫ってならん、可愛いとはならんよ。アンジュさんがさ最近さあれやってたじゃん。で私気になって上から全部さ調べたの、成人漫画レビュー。そう上から全部調べてあのサンプルだけさささって全部、あのアンジュさんがどんな成人漫画を見てるかめっちゃ気になって、そうどれかを購入したいなって思って、ちょっとね気になってる、どれにしようかなって。うん、なんか参考になった。いやーでも結構ね
おっぱいが大きい人が好きなんだなって思ったなんかムチムチしてる人が好きなんだろうなって。だから多分私のことも好きだと思う、アンジュさん。フレンさんがさ、ちょっと急に燃え上がった今、改めて考えたら。うちの成人漫画レビューの本を上からちゃんと一個ずつ調べたって言うんだけど、やめてもらっていいですか？てか、成人漫画レビューの感想を裏で送ってきたライバーもやめてほしい。それからの、そこが許せねえ案件ではありつつ、なんか巨乳好きとかレッテル貼られて、俺許せねえっすよ。だから多分私のことも好きなんじゃないかなって言うから、ちょっと改めてフレンさんの体を改めてちょっと二次三次の公式ページに飛んで全身見てる時間マジで何やってるんだろうって思いながらいや巨乳が好きなんじゃないもん。別に巨乳も好きだけど、気づいたら巨乳が多いだけで巨乳が好きなわけじゃない。でまあ実際どうだったかっていうと、まあまあなるほどなとは思ったんですけどフレンさんはね、私私服がね好きだよなんかフレンさんを好きっていうの、なんかしゃくなんだよな難しい話なんだけど、フレンさんにその言うのちょっとしゃくだよね白いスカートのやつな、いいやんとは思うけど、まあまあまあ、なんかあんま言うと本当になんか敗北感感じるから言いたくないなんか尺なんだよな。本人に言ってあげないよ、喜ぶよ。え、すれ違いざまにお前の体好きだぞって言ったら怖くない？いや、すれ違いざまだからかな。でも目の前に堂々と対峙した状態で言われても狂気感じない？俺はお前の体が好きだ、へっ！ってなる。ひぃ怖すぎる。もともと女騎士の時点である程度、まあいいわ。まあね、そういう時もあるよね。何してんの今キーボード打ってるでしょ。あ、全然サロメさんに連絡とか取ってないけど。ねえ、人の名前まで言わなくていいって。よりにもってサロメさんかよ、しかもなんかちょっと星川が嫌そうなとこ出してくんのやだわだるマジで。だる、最近仲いいから。あっそう、何の連絡してたの？どうしても今しないといけないやつだったの？うん、そんなんないよ、仕事。星川のアイスの仕事じゃん。え、配信って仕事なん？わかんないけど、別に今じゃなくていいし。でも全然サロメさんと連絡取ってるわけじゃないからって言ったし。じゃあ誰だったんですか？サロメさん。ねえ、バーカサロメさんじゃん、もうそれは。だっていい感じやったのにね、雰囲気。うん、壊したのあんただけど。ああ。ああ、思考が壊したみたいな空気出すのやめて。あ、水戸さんと行ってないよ私、脱出ゲーム。いつ行ってくれるんだろう。ニジヌーンかなんかで水戸さんと一緒だった時に、なんかみんななんかバイトとかどういうのしたことあるんですかみたいな話になった時に、話の流れでアパレルやってたっていう話をしてからさ、会うたびに着てる服褒めてくれるんだよねめっちゃ可愛い。なんか前に会う機会あったの、水戸さんに、その服可愛いですねって褒めてくれ可愛い服買いに行きましょうよって、一緒に行きましょうって話してた。そう、どこで買ったんですかみたいな聞かれるから、なんかこれは歩いててすごい可愛いって思ったやつ普通に買っちゃいましたみたいな。え、水戸さんの服超選びたいな。絶対似合う服いっぱいあるんだよな、水戸さん可愛いから。元アパレル店員って聞くとどんなダサくてもおしゃれに見えるよねうるせえやめとけやめとけ。星川とハグした話が気になりますっていうのは、本当ツイッターのやり取りを見てた方が知ってるみたいなやつなんだけど、なんか
楓ちゃんがまあツイートをしまして、それがツイートをしまして、それがなんかあの星川さらちゃんにハグをねだられたと思ったら水戸ちゃんがハグしてたみたいなね。でもねそれ私楓ちゃんがちょっと違うと思うんだよね。まあまあ状況を説明しますね。まあ、状況を説明しますと、あの私はまあ楓ちゃんと一緒にスタジオにいたんですよね、一頃の。でなんか星川さんがたまたまそのスタジオでなんかお仕事でいらっしゃったと。で私と楓ちゃんがまあ星川さん、楓ちゃんがなんか星川さん会うみたいな聞いてくれて、あ近いじゃない、2からか、ごめんすいません別の会社の名前出しちゃった、エニカラでサラちゃん会うみたいなこと言われて、私会ったことないんですよね星川サラちゃんにね。でじゃあ私行きたいって言ってこう連れてってもらったと。でこうねまあドア開けたら、まあ、サラちゃんがいらっしゃったと。でサラちゃんがこうなんだろうね、あーみたいな、はじめましてみたいな言って、まあいろいろ終わった後に、さてまあちょっと私と楓ちゃんご飯行く用事があってなんか楓ちゃんがあじゃあ水戸ちゃんとご飯行くんでみたいな感じのことをなんか、まあ、意地悪か分かんないけどなんか言ったんですよね。でそしたらサラちゃんがあみたいな感じになって、こう手をね両手をパッてこうね手両手をパッてこう広げてんみたいなのをやったんですよ。で先輩先輩って言われたんですよ。あ、これ私に言ってるか、これ私に言ってるわって思って私が行きました。え、私に言ってるよね、え、私に言ってるよね、え、なんか、え、なんかサラちゃんが両手を広げて先輩って言ったんですよ。これ私に言ってるよね、だよね、うん、委員長に言ってる、うん、そうだよね、え、そう、お、そうだな、そうだよね、先輩だし、てか目の前にいたし、え、え、私に言ってるよねこれ。まあ、なんで私が行きましたね。え、なんかおかしいこと言いました、私今って、ん、なんかおかしいな、ごめん、ちょっとコメントがラグが大きくってちょっとなんか変なコメントがいっぱい流れてくるんで、すいません、ちょっとラグでなんか不具合が起きてるっぽくって、見づらかったら本当申し訳ないっす、マジで。うん、なんかおかしいことあったかな今の話の中で。あ、そっか、ちょっとわかんないけど、まあすいません、ちょっとラグでお見苦しいところがあって申し訳ないですっていう話でしたね。うん、という、まあまあ普通の話ですよねこれってね、全然ね、はい、犯罪者はみんなそう言うんだよ。え、なんで私前科積み重ねたことになってんの一つ一つ積み重ねていってんの私前科を、なんでだろう。星川さんのツイートよく読んで、え、星川さんもハグできて嬉しかったって言ってたし、わかんないな、なんでだろう、なんかちょっと今日調子おかしいねみんな、私じゃなくてみんな